はい、今日は上腕二頭筋についてと上腕二頭筋の鍛え方について、説明していこうと思います。上腕二頭筋というのは、まあ、要するに力こぶの部分の筋肉になるんですけど、まあ、ダンベルカールとかバーベルカールとか、まあ、やって、トレーニングしている人多くて、まあ、シンプルなんですけど結構奥が深いというか、考えてみると面白いなと思うので、それを紹介していこうと思います。まず、上腕二頭筋がどういう場所にくっついているのか、起死と停止ってやつですね。筋肉が始まっている部分と、つながっている部分。で、起死と停止なんですけど、たまに筋肉の起死と停止、どっちがどっちなんだろうっていうふうに迷うっていうか、わからなくなるときあると思うんですけど、よく動く方が停止部です。で、あんまり動かない方が起死部です。どこもそうですね。二頭筋の場合、こっちとこっちに繋がってるんですけど、停止部の方がよく動くじゃないですか。で、胸もこっちが停止部でこっちが起死部になるんですけど、やっぱり停止部の方が動いてますよね。だから起死と停止はよく動く方が停止部っていう風に覚えると分かりやすいです。ね、起こる始まるって書かれてるのに停止部の方がよく動いてるっていう。ちょっと面白いですよね。じゃあ、上腕二頭筋の、起死についてまず話していきます。上腕二頭筋は、二頭筋って書かれてるだけあって、二つに分かれてます。長頭と短頭に分かれてます。で、上腕二頭筋の長頭は、肩甲骨関節の上結節という部分についてまして、上腕二頭筋長頭っていうのは外側になるんですけど、外側の、ここ。で、ちょっと見にくいんで、こっちに拡大した図はあるんですけど、上腕骨の中に大結節と小結節っていう、ちょっと出っ張りみたいなのがあって、その、間の結節間隔っていう部分を通って肩関節を通過して肩甲骨の中にある上結節という部分についています。で、上腕二頭筋短頭は同じく肩甲骨なんですけど、右後突起と呼ばれるちょろっとしたなんていうんですかね、先端というかポッて出てる部分があって、その先端に付着してあります。で、上腕二頭筋の停止部は、途中で上腕二頭筋二つに分かれているのが途中でくっついて、頭骨の側面、親指側の頭骨、尺骨ってあるんですけど、その親指側の方の骨に停止して、で、上腕二頭筋腱膜を介して前腕筋膜、だから前腕の中の筋肉の上にちょこっと停止してるっていう感じになってます。はい。で、ちょっとしたコラムなんですけど、この大結節と小結節っていうくぼみの出っ張りのくぼみの結節間隔っていう部分に上腕二頭筋長頭の腱が通ってるんですけど、大体怪我をするとしたらここの部分をちょっと損傷することが多いのかなというふうに感じます。よくボディービルダーとかの人でもたまに二頭筋が断裂して形がちょっと変形しちゃってる方とかいるんですけど、大体が長頭のこの部分を怪我して断裂しちゃってる方が多いかなと思います。あと自分の中学の頃の塾の先生は、なんていうんですかね、ウェイクボードですけど、ウェイクボードってこう、波の尾根をこう棒を持って、船で引っ張ってもらってっていうスポーツがあるんですけど、それをやってる最中に、この棒の部分に腕が挟まっちゃって、ここの部分から上腕二頭筋が、長頭も短頭も全部ちぎれて、こっちに行っちゃったっていう人がいるんですよ。すっごい怖いです。でも伊藤さんが今めちゃ怯えてますけど。そうそうそう。で、そんな怪我なんて今まで前例がなかったらしくて、医者の人にも、それは多分ないよね、みたいなこと言われてたらしいんですけど、結局、上腕二頭筋が完全にちぎれちゃってて、熊本か長崎の国立大学にホルマリン漬けにされて保存されてるらしいんですよね、上腕二頭筋が。そう、ちょっと面白いですよね。そう、中学の子の先生が。ただ、次、作用を話していくんですけど、上腕二頭筋の作用は主に4つありまして、中関節の屈曲、まあ要するにカールの時の肘関節をこう閉じる動き、屈曲させる動きと肩関節の屈曲、こういう動きですね。フロントレイズとかの時のイメージの時にも上腕二頭筋がちょっと使われていると。で、肩関節の水平内転、まあダンベルフライとかですね、よく二頭筋がぐーっと伸ばされる感覚があると思うんですけど、上腕二頭筋は肩甲骨と、肘、肩と肘をつないでいる二関節筋なので、こういった動作の時にもちょっと使われてしまう。あとは前腕の開外ですね。こっちが開外、開内。で、これをひっくり返す時が開外なんですけど、この時ちょっと二頭筋が収縮しているのがわかりますかね。の時に使われます。で、中関節の屈曲、肩関節の屈曲、
肩関節の水平なんて前腕の海外ってあるんですけど、どれも二頭筋だけの作用ではなくて、例えば中関節の屈曲であれば、純粋に使われるのは上腕筋と腕頭骨筋と呼ばれる、腕頭骨筋はこの出っ張りみたいなものですね。と、上腕筋。ここからここ、肘と肘だけを繋いでる筋肉が純粋に働いて、補助的に二頭筋が使われているのかなという感じになります。で、肩関節の屈曲なんか、特にこのフロントリーズ、肩のフロントリーズの動作になりますので、三角筋の前部だったり、ここから入ってこの辺に付着してる右後腕筋という筋肉があって、そういうところがちょっと主に使われやすいのかなと思います。肩関節の水平内転に関してはもう胸が最初に使われて、で、こことここを繋いでる右後腕筋も使われてるよっていう感じです。前腕の海外にしても腕頭骨筋だったり海外筋っていう、本当にこれだけのために使われてる筋肉があるので、いろんな筋肉と一緒に使われてるっていう感じですね。だから先ほど説明した上腕二頭筋が完全にちぎれちゃったっていう人もいるんですけど、全部の作用を他の筋肉で補うことができるので、上腕二頭筋がなくなっちゃっても6割程度の筋力は戻ったみたいですね。面白いですよね。で、側筋と遅筋の割合なんですけど、大体側筋が 53% だとか 57% だとか言われてます。まあ、これに関しては個人差があるので、一概に側筋がちょっと高いよとは言えないんですけど、まあ、傾向としてはほんの少し側筋の方が多いのかなという感じですね。で、筋繊維の形なんですけど、防水上筋という形になります。防水上筋って、まあ、どんな形なのって言われると、普通にこの筋繊維が長い方向に向かってずっと並んでるような筋肉ですね。逆に、防水上筋じゃない筋肉のことを、右上筋って言うんですけど、こっちは何て言うんですかね、ちょっと羽みたいな感じで、くっついてる。こういう感じの筋肉になります。よいしょ。三角筋のチューブだったり、大腿四頭筋の、そうですね、大腿四頭筋の、外側だとか、そういうところは半右上筋という形になってるんですけど、防水上筋の特徴としては、収縮の速度が速い。可動域を大きく使えるっていうところがあります。逆に、右上筋は、収縮の速度は弱いんですけど、出せる筋力は大きいよと。なので、また説明するんですけど、上腕二頭筋鍛えるときは、できるだけ可動域をしっかり取ってあげた方がいいよということですね。逆にちょっと右上筋、四頭筋だったり三頭とかは、可動域ちょっと抑えて、高重量やったりするのも反応がいいのかなと思います。はい。次に、上腕二頭筋の鍛え方について説明していきます。ここで説明することは、ちょっと個人的な意見が多くなってしまうかもしれませんけど、ちょっと参考にしてみてください。まず、二頭筋の鍛え方で、自分は POF 法をよく用います。POF っていうのは何なんだろうっていう人いると思うんですけど、POF っていうのはポジションオブフレクションというものの略称ですね。三つの鍛え方、筋肉の刺激の入り方をするものでトレーニングしていこうという考え方になります。まずこの POF で使われる3つの刺激というのがミドルレンジ種目とストレッチ種目とコントラクト種目の3つになります。それぞれの、刺激の違いというのがまずミドルレンジ種目っていうのは動作の中間で最も負荷がかかる種目になります。なので一番最初でもなく終わりでもなく動作の中間で一番重量が最も負荷がかかる種目になってます。これは重量が比較的扱いやすいのでちょっと重めの重量で10回以下くらいの回数でやってあげるのがいいのかなと思います。で、次にストレッチ種目ですね。動作の初動で最も負荷がかかる種目になります。例えばダンベルフライだとかグーってこの上げようとした最初の動作で一番負荷がかかってるじゃないですか。そういった種目になりますね。で、コントラクト種目っていうのが動作の終了、終わりで最も負荷がかかる種目になります。筋肉がギューッと収縮した時に一番負荷がかかってるような種目、まあ胸で言うとケーブルクロスだったりデックレッキだったりギューッと収縮した時に一番負荷がかかってると。で、この POF 法を二頭筋に当てはめる場合、じゃあどういったトレーニングをしていけばいいのかということについてなんですけど、まずここで一旦もう一回上腕二頭筋の筋肉のつき方について見てみましょう。はい。上腕二頭筋、先ほどこういう風に長頭が肩甲骨関節上結節、短頭が右後頭筋、で、停止が頭骨側面と前腕筋膜という風に説明したんですけど、上腕二頭筋は肩の関節と肘の関節をまたいでる、二関節筋になります。
だから単純な肘の曲げ伸ばしだけでなく、こっちにある肩関節の屈曲だったり、前腕の開外だったりに使われるので、じゃあ、どこで一番筋肉が収縮して、どこで一番筋肉が伸びるのか、ということについて見ていこうと思います。まずなんですけど、筋肉が一番収縮するポジションというのは、筋肉の起始と停止が一番近づいたところになります。要するに、これの要素を全て満たすと、筋肉が一番近づいたところになります。というのが、要するに、中関節の屈曲、この動作ですね。この後に肩関節、肩関節の屈曲、要するにここをぐっと近づけてあげる。で、水平内転に関してはちょっとこういう動作なんで、ちょっと開くよりも閉じてあげた方がいいかな。で、前腕の開外。前腕がこちら側に向いてると二頭筋ってあんまり収縮しないですよね。これをぐっと開外してあげて、上で持ってきたこのポジションで最も上腕二頭筋が収縮したポジションになります。逆に、上腕、筋肉が一番伸びた状態というのは、この真逆ですね。真逆の状態になった時が一番筋肉が伸びます。要するに筋肉の起始と停止が一番離れた状態が筋肉が一番伸びている状態になります。要するに肘関節を屈曲しない、肩関節を伸展させる。で、水平内転がかかるのでちょっと遠ざけてあげる。で、前腕の開外を逆に開内させて分ける。この状態で一番筋肉がぐーっと上腕二頭筋が伸びた状態になりますね。わかりますかね、どうぞ。っていうのを見てから、じゃあどういうふうな種目をやっていくのがいいのかというふうに説明していきます。まず、ミドルレンジ種目なんですけど、動作の中間で最も負荷がかかる種目になりますので、スタンディングのバーベルカールやリシーバー、ダンベルカールなどがおすすめです。動作の始めでもなく、終わりでもなく、この中間、フリーウェイトなんで、90度、この地面と平行になった時に一番最も負荷がかかる種目ですね。で、ストレッチ種目なんですけど、先ほど言ったこういった状態になると、上腕二頭筋は一番伸びます。なので、インクラインダンベルカールですね。こういう風に、インクラインのベンチに乗っかって腕が伸びた状態。この状態で一番上腕二頭筋は伸びますので、ね、ストレッチ種目はインクラインダンベルカールの方をやってあげる方がいいと思います。で、コントラクト種目、筋肉が一番収縮する種目になるんですけど、先ほど言った通り、この動作で一番上腕二頭筋は収縮しますので、例えば、ケーブルカール。ケーブルカールでちょっと、じゃあ、コントラクト種目、筋肉が収縮した時に最も負荷がかかる種目になるんですけど、上腕二頭筋先ほど説明した通り、この動作で一番筋肉が収縮するので、ちょっと上の方にあるケーブルをこう持って、ぐっと収縮させてあげる。ものや、コンセントレーションカール。地面につけて、こういう風にぐっと上がった時に一番最も負荷がかかる種目や、クリーチャーカール。ちょっと、こういった体勢でグッと行うんですけど、要するにこれ縦だとこういった動作で負荷がかかっていることになるので、収縮するときに、収縮種目としてとてもいいと思います。はい、じゃあ、具体的なトレーニングのやり方について説明していきます。今回はスタンディングバーベルカールなど、立った状態で行うバーベルカールなどについての説明をやっていこうと思います。はい。じゃあ今からスタンディングのバーベルカールについて説明していこうと思います。まず、立つポジションですね。だいたい腰幅くらいにして、つま先を揃えて立ちます。で、若干重心を前側に。で、肩を少し前に落とす。筋肉、上腕二頭筋のつき方なんですけど、先ほど言ったここから始まって、ここの体の前側についてるので、ちょっと後ろにぐっと反っちゃうと筋肉が伸びちゃうので、少しこう、肩を前にやってあげるイメージで行います。で、グリップなんですけど、握り方なんですけど、ちょっと指先で握る人がどうも多くある傾向があると思うんですけど、ちょっと手のひらの中でぐっとしっかり深く握り込んであげて、行うようなやり方がいいんじゃないかなと思います。腰幅でつま先を揃えて、で、ちょっとつま先に重心を置いて、肩を少しこう反らずに、ぐっと前に下ろした状態から、で、この時、肘は途中まで動かないんですけど、上腕二頭筋の作用に肩関節の屈曲がありますので、少しこう、ほんの少しですね、肘が自然と前に動くくらいの方が、二頭筋は収縮しやすいのかなと感じます。よいしょ。はい。で、なんで腰幅で立って、つま先を揃える必要があるのかというと、スタ
三頭筋の種目、二頭筋の種目ってちょっと骨盤をですね、こういう風な前傾よりもちょっとこう後傾させてあげたいんですけど、つま先が揃ってなくて開いて外側に開いてると骨盤がどうしてもその前傾しやすくなってしまう。で、このちょっと足幅がやっぱり広くなっても骨盤が少し前傾しやすくなってしまうので、閉じてつま先を揃えると骨盤が少しまっすぐ、こういう状態よりもこういうちょっとくにょっとなった状態を作りやすくなります。こういうふうに骨盤が前傾より後傾の方が何でいいのかっていうと、骨盤が前傾してしまうと背中がちょっと反っちゃうんですよね。肩甲骨が寄ってしまう、肩甲骨が寄ってしまうとこの肩の両腕二頭筋の起始部がちょっと離れてしまうと。で、肘関節の動きが主になってしまうので、ちょっと上腕筋だったり腕頭骨筋が使われやすくなってしまうので、骨盤を少し後傾させて肩を開いて、肩ちょっと前にこうグッとすると二頭筋が使いやすくなるのかなと思います。で、これはどの種目にも結構応用が効くというか、例えばインクラインダンベルカールだったり、スタンディングのケーブルカールであったりしても、ちょっと骨盤をこう後傾させてあげるというか、いう意識で行うと、収縮がかけやすくなりやすくなるかなと感じます。ちょっと逆にこういう風に反っちゃうと、上腕筋だとか腕頭骨筋の方に効いてしまうので、逆に上腕筋のトレーニングだったり、腕頭骨筋のトレーニングであれば、もう足をグッと開いて、ちょっとつま先の外に出して、で、軽く反って、肘だけでグッと動かしてあげると、上腕筋だったり腕頭骨筋の動員が高まるのかなというふうに思います。ただ二頭筋の場合は腰幅くらいでつま先を揃えてちょっと肩前に出して、で、動かしてあげるという動作がいいと思います。はい、以上で上腕二頭筋についての説明と鍛え方についての説明を終わります。今言ったことは自然とできている方もいっぱいいると思うんですけど、やっぱりちょっと解剖学的な観点からトレーニングのアプローチをしてみたりだとかすると、ちょっとまた新たな発見があったりとか、少し効きが良くなったとか、そういったのがあると思います。僕も実際最初は結構感覚重視でトレーニングしたんですけど、少しずつ解剖学とかについて学んでいくと、あ、ここはこうした方がいいんだとか、そういうふうなことが分かってきてとても楽しいので、興味を持った方はぜひ自分でも勉強してみたりとかしてください。結構面白いと思います。また例えばここはこうした方がいいんじゃないかとか、何か質問等ありましたらコメントの方よろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。